捜査圏外の条件は、松本清張の短編小説。別冊文芸春秋1957年8月号に掲載され、1957年12月に短編集、サシャの船板収録の一作として、宿間書房から刊行された。これまで3度テレビドラマ化されている。銀行員の黒井忠は、ほがらかな妹の講師と二人で暮らしていた。6月の末、講師は、 墓参りのため田舎に行くと言い,い、そのまま失踪した。捜索願いを出してから10日後、北陸の温泉旅館で、講師らしき人物が休止していると連絡が入る。黒井は遺体が紛れもなく講師であることを確認したが、講師は男と二人連れであり、男は講師が休止するや、否やその場を遁送したという。宿町の筆跡と旅館で聞いた人相から、 男が同じ銀行の笠岡有志であると確信した黒井は笠岡を呼び出す。笠岡は事実を認めたがどんなに殴られてもいい。その代わりこのことを公表しないでくれ。公表されたら僕は破滅だと黒井に懇願する。笠岡の徹底した自己保身ぶりに黒井は像を殺意を抱くに至った。しかし自分が捕らえられたら何にもならない。自分を 容疑の外に、捜査の県外に置くため、黒井は、延大な計画を実行し始める。1959年10月3日、フジテレビ系列のスリラー劇場は国手放映。ドラマタイトル、不在証明。1962年5月24日と5月25日、NHK の松本成長シリーズ、黒の組曲の一作として2回にわたり放映。 1989年7月4日、日本テレビ系列の火曜サスペンス劇場は国手放映。フィルム作品。タイトルは、松本成長スペシャル、捜査圏外の条件。サブタイトルは、不倫に準じたい妹よ。復讐の完全犯罪を図る男が、うべの女に愛された時。なお、原作で、モチーフとして使われた、上海帰りのリルは、本ドラマでは、 神田川に変更されている視聴率19.4%不在証明に関するカテゴリーありがとうございます。